全国大会や国際大会での活躍が期待できるチームや選手らに遠征費用などを助成する青龍アスリートパラスポーツ青龍アスリートの強化指定賞交付式を4月30日県庁で行いました。交付式では強化指定チームや団体それに個人の代表者に大森副知事からそれぞれ指定賞を交付しました。このうち強化指定選手の代表はバドミントン岐阜ブルビックの廣田彩香選手が務め指定賞を受け取りました。挨拶で大森副知事は皆さんのこれまでの成績に敬意を表します、これからも一層の活躍を期待していますと激励しました。これに対しスノーボードのワールドカップなどで活躍し1月の X ゲームでも優勝を飾った岐阜市出身の村瀬心椛選手はミラノオリンピックや世界選手権でメダルを獲得し岐阜県の皆さんに希望や感動を与えられるよう頑張りますと抱負を語りました。これからも頑張ることをここに誓います。県では今年度合わせて135の団体と95の個人を青龍アスリートパラスポーツ青龍アスリートに指定して競技力の向上やスポーツ振興を目指します。